さんこんにちは。Q4開発部です。玉ねぎデガーの新型開発プロジェクトが始動しましたので紹介していこうと思います。デガーがわからない人向けに改めて説明しますと、デガーは主に玉ねぎなどの根菜類の収穫に使用される機械です。土中に埋まっている作物を掘り起こし、収穫を効率化するために設計されています。地面に埋まっている作物を掘り起こし、収穫しやすい状態にします。掘り起こした作物を後部に整列させることで、収穫作業、つまりはピッカー作業をスムーズに行えます。手作業に比べて大幅に労力を削減し、大規模な農地でも効率的に作業が可能です。使用例としては、デガーは特に玉ねぎの収穫において効果的です。玉ねぎの根を切断し、掘り起こして集積することで乾燥を促進し、品質を向上させることができます。そして Q4 の玉ねぎデガーの大きな特徴は、根切りに回転棒を採用していることです。従来のブレードタイプは、雑草が多い圃場では刃に雑草の根が詰まりやすく、作業が進まない場合があります。回転棒は動力で強制的に角棒を回転させながら進むため、雑草の根を浮かび上がらせることができます。また回転棒で土くれを砕きながら掘り取り作業を行うことで、土と玉ねぎを分離しやすくなります。そんなデガーの新型ということで、今回は改良したい箇所のうちのいくつかご紹介させていただきます。もちろん今回ご紹介する箇所以外にも、新型で改良搭載させたいものもあるので、楽しみにしていてください。それでは行きましょう。レッツゴートゥーデガー。今回の改良のテーマはコンベアの強化です。今の形も結構問題は少ない方なのですが、たまに折れたとか割れたとかの報告が入ります。現場検証はできていませんが、改良はした方が良さそうです。ということで、おや、コンベアの様子が、おめでとう、コンベアが進化した。今回のコンベアの改良では、まっすぐかつ太いロッドに変更してみました。それでは試験開始。石が多い場所で試験しています。大きな石もゴロゴロ転がっています。強度は問題なさそうなので、あとはコンベアの回転が止まってしまわぬように調整して、結構調子が良さそうなので、このままご協力事業者様のもとへ行きます。いかがでしょうか。調子は上々だと思います。今回の試験は成功と言ってもいいでしょう。ということで、今回は新型デガー開発の紹介でした。新しいロッドのコンベアについては、今までのデガーにも付けられるよう検討しています。ちなみに販売予定は2年後あたりになるかと思います。この他にも改良開発はする予定ですので、ぜひ今後ともチェックいただければと思います。こういう製品が欲しい、やちょうどいい製品がないなどがあれば、一度ご相談くだされ。ではまたお会いしましょう。